アイテム番号 SCP-295JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-295JP はメトカーフ非実体反射力場発生装置を常に作動させまた GOC との協力のもとハイズビル幽体固定法による処置が行われることにより収容されています。年に一度、GOC により派遣されたメンバーと共に担当となった収容プロフェッショナルは5類。暴力的霊体、対処法講義を受け、その上で財団は以下の物品を準備し、手順に従って更新作業を行ってください。黒い羽毛を持つ鶏。には、16歳以下の児童1名。性別や過去に関してはハイズビル幽体固定法においては無条件であるため、倫理委員会により許可を得た対象を使用すること、標準儀式手順に使用する純銀製のナイフ、1週間以内に終了済みの D クラスを焼却した灰 2kg、ハイズビル幽体固定法のその特性ゆえに、GOC 及び財団の担当職員は必ず記憶処理を受けることになっています。これは機密を守るためだけでなく、ハイズビル幽体固定法の手順上必要な行為によって担当者が過度の自責の念を抱かないようにするための処置です。説明。SCP-295JP はアメリカ合衆国ネバダ州に存在する、空軍基地として偽装された GOC の施設であり、1990年までは GOC の研究施設として特に、検閲済み、要求クリアランスレベル5、といった K クラスシナリオに対抗するための数多くの成果を上げていました。1990年に事故及びその後の SCP-295JP の活性化が起こったため、現在では使用されていません。事案 295JP5 に GOC から要請があったため、財団はこの事案に対して介入を行っています。財団が介入を行う以前、SCP-295JP 内部には大量のレベル5人型霊的存在、敵対的、積極攻撃、が存在していました。これらの霊体の多くは事故により死亡した GOC 職員であることが判明しています。このため、GOC の改革神殿騎士団排撃班メンバーによる浄化部隊が、これらの霊体に対して対処を行っていました。しかし、2000年、月、日、に事案 295JP が発生したことによってこの部隊は解散され、事件の関係者は C クラス記憶処理により事案 295JP の記憶を処理されました。これは GOC から財団に対して要請があったためです。SCP-295JP 内に現在存在する霊体を運び出す試みはこれまで成功しておらず、また危険性のため、現在は財団と GOC の協力によるメトカーフ非実体反射力場発生装置の常時作動及びハイズビル幽体固定法の定期的更新により、霊的存在の封じ込めを行っています。ポイ1、事案 295JP5、浄化部隊のメンバー、J、司祭へのインタビュー記録です。対象、J、司祭、インタビュアー、H、上級研究員。インタビュー対象に無用な心理的負担をかけさせないよう、インタビュー時においてはカウンセラーとして自己紹介を行っている。録音開始、2000年、月、日。H、上級研究員。こんな早朝から呼び出してしまってすまないね。J、3、包帯が取れたばかりだというのに。J、司祭、いえ、昨晩からほとんど眠れなかったもので、帰って早い方がありがたいのです。処方された薬の力を借りないと眠れないものですから。H、上級研究員、そうか、なら、早速だが、あの事件の経緯を聞かせてくれないかい。J、司祭、はい、カウンセラーの先生、その前に一応、私たちがそこで何をしていたか、ということはお知りですよね。H、上級研究員、ああ、霊体を鎮圧するためにあなた方は派遣された、とは聞いている。J、司祭、
少し口ごもる。鎮圧。いえ、それは正確じゃないんです。我々は対霊体訓練を積んだとはいえ、あくまでも聖職者として、彼らの魂を鎮めて、天の国へ導きに行く。そういう手法をとっていました。つまり、古典的な再葬儀式手順を使用したんです。同じ人の魂に対して、強引ないくつかの手順を取るよりは、許しと、祝福と、そして導きによって魂を天へ送る方が、効果的だと。H、上級研究員、それは失礼。つまり、あなた方は霊魂を昇天させていたんだね。J、司祭、A、そして、かつて同じ組織にいた人々がその、H、上級研究員、あなた方の呼び名で構わないよ。J、3。J、司祭、わかりました。私たちはそれら、暴れ狂う死者の霊魂を悪霊と呼んでいました。かつての悪しき行いを、悪しき行いとも思っていなかった死者たちの霊魂が、事故の何かしらが原因であのように変質したのだ。というふうに、改革神殿騎士団の天地部門のメンバーは考えていました。H、上級研究員、悪霊、悪しき行い、その、霊体たちが生前に何を行っていたか、というのは知らなかったんだね。約3秒間の沈黙。J、司祭、A、ですが、このような仕事を行っている以上、私たちが悪からは逃れられないし、だからこそ最善を尽くさないといけないと思っていました。話が逸れてしまいましたね。私たちはそれらの霊魂の攻撃に対して対処して、そして一つずつ浄化していきました。骨が折れる作業でしたし、負傷者も出ました。しかし、幸いにして誰も死にませんでした。H、上級研究員、それは良かった。が、君たちの部隊の 40% が死亡したのではなかったのかい。J、司祭、いえ、その時点では誰も死んでいませんでした。細菌やウイルス等を伝染するものではないが、医学的な実験が行われていたと上から聞かされていたので、一応化学防護服なども準備はしていましたが、その必要もありませんでした。仲間たちが死んだのはもう少し後のことでした。H、上級研究員、では、その時のことを教えてくれるかい？ J、司祭、口ごもる。はい。私たちは一つの部屋を覗いて、悪霊たちを払いました。そこにいたかつての研究者たちは皆、天へと登っていったと思います。H、上級研究員、一つの部屋を覗いて。J、司祭、A、そこには機密事項があるから、見てはならないのだ。と上層部からきつく命令されていました。なので、そこ以外の悪霊たちをすべて浄化した後、私たちはそのまま帰還する予定でした。けれど、おそらくすべての悪霊を浄化し終えた後に、それが現れました。H、上級研究員、それ。J、司祭、はい。それとしか呼べないんです。なぜなら、私たちが今まで分類していた霊体の中に、それは入っていなかったからです。何と言えばいいのか。約16秒間の沈黙。H、上級研究員、あなたの言い方でいいから、できるだけ近い形容をしてみてくれないか？一体何だったんだい？ J、司祭、その、口ごもる。それは、宇宙人の幽霊が甘たく集まった。そういうものでした。H、上級研究員、宇宙人の幽霊。それは言葉通りの意味かい？ J、司祭、はい。そうとしか言えないものでした。甘たくの、バラバラに切り刻まれた、地球外からの訪問者たちの幽霊です。そして、それは恐ろしいほどに強力で、恐ろしいほどに怒りと悲しみをたたえていました。その時に、先ほど浄化した悪霊たちがなぜ死んだか、ということがはっきりとわかりました。彼らによって皆殺しにされたのだと。
H、上級研究員、そして、その霊体に襲われた。J、司祭、いいえ、その、異邦人たちの霊は、私たちを吸い寄せました。霊体の持つ感化現象によって、行動を強制されました。それに対して十分な対策を行っていたにもかかわらず、それすら無力化するほど、それは強力なものでした。我々は、無理やり、入るなと命じられていた場所に入らされたのです。そして、そこで、見るなと言われていたものを見ました。それは、標本にされた、生前の彼らのようでした。そして、記憶環王が、彼らの解剖される、その最後の記憶が、私たちに流し込まれました。H、上級研究員、彼ら、ですか？ J、司祭、はい、彼らです。苦痛、ショック、絶望、悲しみ。我々が今まで浄化してきた、霊体と同じように、共感できる感情のある、人々、そうです、人々です。何よりも恐ろしかったことは、その中に子供や、それに妊婦がいたことです。一体何のために彼らは、異邦人に堕胎を施したのでしょう？彼らは偶然地球に漂着したり、いろいろな目的があって、こちらに来ていたけれど、誰も悪いことをしたわけではありません。我々が彼らを攻撃して、地上に落として、それを解剖したのです。約12秒間の沈黙。H、上級研究員、それは、霊体が嘘をついた、とか、そういう可能性があるのではないかい。J、司祭、いえ、あなたが心理学のプロフェッショナルであるくらい、私もプロフェッショナルなんです。幽霊というジャンルの、そして、この異邦人の幽霊は、悪霊どもが行うねじ曲げた現実の投影でなくて、受けた罪に対する償いを求めて、ただ自分が受けた仕打ちに関する真実を語ったんです。けれど、どうやって異邦人たちが受けた仕打ちをあの悪霊どもに償わせればいいのですか。私たちが救ってしまったのに、あれらを天の国へと迎え入れたというのに、そしてどうやって異邦人を彼らの信じる天の国へと送ってやればいいのでしょう。私たちは彼女らの信じる神を一かけらも知らないのですから。約7秒間の沈黙。J、司祭、そして、霊体による激しい攻撃が始まりました。彼らは人間に罪を償わせたかったのでしょう。そして、私たちはそこから逃げるしかありませんでした。霊体を破壊する手段は、どちらにせよあれほど強力なものには通用しないことが分かっていました。それに、それを行った場合、不正義は永遠に主の目に留まり続けるでしょう。たとえ処刑されたとしてもそれだけはどうしてもやりたくありませんでした。私たちは必死で逃げました。後ろで仲間たちが、霊体によって引き裂かれる音を聞きながら、その結果、私たちの排撃部隊は壊滅的な被害を受けました。J、司祭。GOC の目的は人類を怪異から守ることです。それは心しています。ですが、彼らがこうして人を殺す原因を作り出していたのは、人類以外の異邦人たちに対して、あってはならないことをしたからです。その結果、報いを受けているのです。ですが、GOC が、私たちがやってきた場所の研究は少なくとも人類を救うためであったことも経験から分かっているのです。私たちのやっていることは、本当に正しいのですか？主よ、J、司祭はすすり泣き始めた。H、上級研究員、分かった、J、3、これでカウンセリングは終わりだ。別室で薬を渡すから、J、司祭は泣きながら研究助手に付き添われて部屋から出ていく。録音終了。尾行、J。司祭は他の当該事件関係者と同様に、この後 C クラス記憶処理を施され、事件に関する記憶を消去した上で GOC のメンバーとして再配備されました。ほい。
当該施設により研究が行われていた。データ削除の有用性が財団によっても証明されました。特に、検閲済み、要求クリアランスレベル5をはじめとした研究成果がケテルクラスオブジェクトによって発生しうる XK クラスシナリオへの対抗手段となりうることは、事案 295JP の再発の可能性という不利益以上に利益が大きいものであると考えられます。この手段が現状必須であることを鑑み、データ削除の研究の継続は応募および財団倫理委員会の3分の2以上のメンバーの賛成により可決されました。以降の研究は GOC および財団の双方により協力して行われることが決定しています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。